11号では格納と内角の取り付けやタラップ、ハッチ、給排気筒、艦名、国旗などを取り付けます。今回付属するパーツです。最初に10号付属の格納と外角に内角を取り付けます。外角の突起と内角の穴位置を合わせてはめ込み、突起部分に接着剤をつけて壁パーツの2箇所の穴に合わせて取り付けます。次にタラップのパーツをランナーから切り離し、接着剤をつけて10箇所環境に取り付けます。タラップは上下があり、下に向かって曲がっているように取り付けてください。次にハッチに丸いハンドルを取り付け、環境後半部分に取り付けます。ハッチのパーツをランナーから切り離し、ハンドルの突起に接着剤をつけ、ハッチの中心の穴に差し込み、2種類各2セット組み立てます。後半の前部分には突起の形に合わせ、背の高く直径の小さなハッチ A を接着します。後半の後方には突起部分の形に合わせ、背の低いハッチ B を取り付けます。次に給排気筒の取り付けです。裏面の突起に接着剤をつけて、後半の穴に右のパイプを差し込みながら、環境の穴位置に合わせて取り付けます。左側のパイプは溝の方向に合わせてください。パネル裏の4箇所の突起に接着剤をつけて環境に取り付けます。艦名のシールを台紙から剥がし、環境に刻印されたガイドに沿ってしっかり貼り付けます。国旗も同じように刻印に合わせて貼り付けてください。
これで11号の完成です。